何年でクラだったよ。相当だって収益出ますもんね。一人ごっつてた。最盛期は1日200枚からな、利益。すごいですね。それがきっかけだったんですね。それでじゃあ現場にな、人を送り込もうかと。だ1人5000円抜いても、10人で5万円、こっちのは効率言えばなって言ってましたね。ああ梅干しとかいくらあれですよね、3個で100円3個で100円で売ったりとか結構買うんですよね、やっぱそういう人。ああ軍手なんか束で買うから、一足20円ぐらいを100円で売るやん、タバコでも150円を300円で売るやん。絶対ないで、そんなえそ の, あのなんだろう従業員、ああ送らせる従業員はどっかに泊まらせるところが、そうそう、ハンバーで作るんじゃないの、宿舎をな。それはどんな三段ベッドで作って、はい、妊婦を入れてそこに。え大きさってどんぐらいなんですか、部屋の大きさって。例えば三段ベッドがこうあるだけなんですか。6畳でやったら三段ベッド2台置けるよな。するスペースがベッド、するスペースいらんねん、通路だけ。あとは共同便所。あなるほどな、うん、共同便所、共同浴場やから、だから生活するだけ、手荷物は枕元置くだけ。そっか、あとは仕事するって。当然なんだ。えあれですよね、なんかちょっと話とか読んだりしたことがあるんですけど、その人たちに1ヶ月続けられたらいくら渡すっていう契約にして、だいたい10日契約で引っ張ってきて、で実働10日というのがあって、日数10日と実働10日とやるわけよ、契約条項全然違うの、実働いうのは実際10日働いてやから、そんなにね雨とか何かあったら12、3日かかる、で例えば1万円、だから10日働いたら10万円やろ、働いてて10万円やろ、でそこから飯代と部屋代と、だいたい部屋代とあれで1900、1800ぐらい。ああその10日間でってことですか。そうそう、1日1日1800円、そっから飯代別、でおかず別、缶詰置いといてな、缶詰1個バーッと20円ぐらいの缶詰やったら200円とかや、みんなつけ払いで買わせたら、だからそうやったら10万円のところがまあ手取り3万円前後になるわな、みんな。すごいな。その間酒も飲ますし。あ酒飲ますん、そう3万円超えたらあかんねんから俺は。それはやりすぎちゃうと思う。いやそうだから3年でクラだったよ。いや相当だって収益出ますもんね、1人ごっつてた。それさ、最盛期は1日200枚からな、利益が。すごいですね、200枚、1日。いやレベルが違いますね。1日200枚で月末でまだ週早くあったんちゃうかな。え、じゃあ税金とか結構払ってたんですか。払えへん、いかに払えへんかやん。3年で潰す、3年で潰すんだ。そうそう、3年以後になると税金がそれはかかってくるし、当時消費税のが出た時やから、目立つやん。だから3年以内やったら、設立3年以下やったら、5000万超えたら消費税やったんやん当時、3年以上商売してきたら目つけられるっていうから、だいたい3年が手頃だ。つぶさ、えそういった情報は源さんはどこで仕入れてるんですか。税務署研究して、どっかで税務署が入ったらみんな研究して、その当時ってインターネットとかないじゃないですか。調べる、自分で足を運んでこうやってるってことですか。ダンプ取られた、なんで入ったんや。そっか、その実際にこう経験した人とかもこう当然から聞いたりもするんだ。当然それができたからこそ、そういう情報があったからこそ、その税金からうまく、それで学んでいくよな。だって3年が手頃やし、そういうことか、あんまり派手なことしたらあかんし、会社の売り上げも2億までとか、そしたら潰すんですよ、ね、だから10個あったら20億円か、表向きは、でも税金も払えんし、で一時200人つくことって1人5000円抜いても、な200人でもう200万、それ200万いってんのな、で税金逃れてたって多いな。なかなか税金払えへんそうなんだ、潰してまた新しくするって感じ。だから箱はそのまんまで、ほら潰すの簡単やから、
代表者さえ変えたらねえから個人やから、そういうことか。だから潰れたよ、早い次のもん変えて権利を買い取ってやるって。あ、今度俺は箱貸しやから、うん、オーナー俺やからな。で社長あんた、ああいうこと、ね、そういうことか。で届け出して、開業届けして、それだけでいいんですか。そう、そろそろ当時はまだ、今から40年前の話になる。そうですね。ああ、それ昔そうだったんですね。へえ、そうか。え、それ結構続けていたんですよ、17年。すごいっすね。それで17年続けて、駆け込み、あれですね、病気をきっかけに駆け込みられてきたっていう感じなんですね。なるほど。へえ、すごいな。いや、改めてちょっと聞かせてもらうと、やっぱりものすごいなと思いました、ね。でもそんな話はあんまり俺は経験したからで自慢できる話もないし、生きていくためのあれやからで、まあ当時正義感も何もそういう生き方やったやな。え、そこからそのでもその経験があるから今生きてることっていうのはないんですか。いや、なんで税金払えへんかいう理由があるわけ、俺の中で、うんうんうん、あの理不尽なことばっかり俺なんかやられてるから、うん、あの19の時に、うん、キャバレーで働いている時に、19の時に、うん、女の子の送迎している時に、はい、検問があって、はい、免許証は持ってるのに街灯持ってないと、うん、外人登録住証明書持ってなかった、たまたま、うん、でも免許証持ってるのに、まあ、そのまんまでパクられて、うん、6時間調書取られて、うん、一晩泊まって、で罰金5万円、うん、確かに外人登録を持たなあかんの分かってるけども、うん、でも免許証持ってんね、日本国が発行してるやつ、うん、それさえ持ってたら、うん、なパクって罰金もそうやけども、うん、やるかっていうのは当時いつも俺は思ってたよ。だから俺は、日本人でもなければ、うん、韓国、まあ韓国じゃけどな、うん、韓国やけど日本では何の権利もないんやと、うん、こんなバカらしいことはないなと、うん、まあ、それが、まあ、そういうのも根付いてるんやから、でどこ行っても差別はある、うん、まともには働かれへん、うん、なで就職もろくにできへんと、うん、そういうハンデをずっと思ってた時に商売やった時でも、うん、金借りるって言ってもまず貸してくれへん銀行は、やっぱり韓国やし保証人もないし、うん、なそんな50万当時借りるってもなかなか帰られんと、実績もないと、うん、まして韓国籍やと、うん、それが俺のハングリーやな。あー、そうか。だから俺は絶対稼いでも自分でやろうと、うん、守ろうと、でやっぱり自分で知恵絞る、うん、こんだけ身を粉にして働くのに、うん、みすみす100万売り上がって20、30取られんねやったら、うん、まあ2万、3万分かるけど、うん、っていうのは知恵が湧くわけ、うん、だからどうしたらええねって研究するよなと、うん、そうか、それはもう身についてるもん。そうだね。で自分で足運んでいろんな情報を得てきた。理不尽な迫害は受けるし、うん、警察に捕まったら警察に捕まってんで、お前ら朝鮮はなって、そういう警察からの俺相当な迫害も受けていくからな。そうか。そんなんはもうしょっちゅうや、大阪の西成いうとこもそうやし、うん、神戸でもそうやったら、うん、で、あんまりヤクザやろって言われてみたりとか、うん、それはそんなんはな、もうたっぷり受けているから、うん、自分がまともにやって、うん、何も悪いかね、くすねとの違うのに、うん、そういう白い目でやられていることは、俺商売やったら、うん、そこそこは払うけど、もうそれ以上はって、うん、で、第一いくら払ったって税務署から表彰され、うん、されもせんし、なんで今年黒字やったか出らね、赤字のも補填もでけん、うん、みんな俺独学やから、うん、それで一生懸命貯めるようになった、うん、そういうのがあったんですね。その根深いで、根深いです、ね、根深い、それはそれは小さい頃からずっとあったもんですもん。ずっとや、ずっとや、それはもう身に染みて分かってるやん、うん、でもそれは法律上いかんともしがたいけども、うん、法律上やったら分かるけども、うん、差別は別やで、偏見も、うん、それは当時警察官に俺散々やられたんやからっていうのあるやんか、うん、だからどうしても反発食らうやん、うん、でまあしょっちゅう報道もされてるし、うん、クソって言ってな、うん、そういうのが全部俺のエネルギーのもとやから、うん、商売やっても、うん、何もどっかで金取ってきたんちゃうんやから、うん、てめえで知恵湧いてこうやって荒、うん、い仕事でヤクザ、まあヤクザやな、ヤクザでも抗争でも俺は勝ち誇ってきたやん、うん、脱税じゃない、節税、うん、節税やん、